兵庫県北張間地域の田園風景電線のない線路をディーゼル車が駆け抜けていきます北条鉄道小野市の青駅から加西市の北条町駅までの8駅13.6キロをつなぐミニ鉄道です加西市を走る鉄道はこの一本だけ

およそ40年前に第三セクターとして再出発した後も厳しい状況が続き何度も廃線が取り沙汰されましたしかし最近大きな変化が起きているといいます埼玉から来ました北条鉄道初めて乗ったんですけれども音の響きとかディーゼルの起動をする瞬間とか感無量ですこのキハ40を乗るために来ました 機動車の音とかこのレトロ車が好きですクリーム色の車体に青色のラインがアクセントとして映えます今年の3月に北条鉄道にやってきた旧国鉄車両のキハ40ですところでなぜキハ40を導入することになったのでしょうかうちがその中古の車両を まあ欲しいいなっっていうのがきっかけで鉄道会社にちょっといろいろ連絡を入れてその中に JR 東日本さんのキハ40秋田県走ってたキハ40でよければあのお渡しできますよっていうふうに回答いただいて新車であれば2億円ほどかかるところキハ40の購入費用は300万円程度。とはいえ引退車両を購入することに社内でもいろんな声が。 それでも栄さんは正気があるととおよそ1年説得を続けたと言います最終的には「うん」って言ってもらいましたけど最後の最後までやっぱ疑問をもらえたっていうか「何で,なんなんでそれなんや何でそれなんや」というふうにはずっと言われ続けたんで自分も鉄道は好きな方なんでまあキハ40が北条鉄を走ったらまあ話題性が出てお客さんも集まるやろうなっていうのはありましたんで。 栄さんの予想は見事的中導入資金をクラウドファンディングで募ったところわずか一月で想定をはるかに超える1300万円余りが集まる注目ぶりでしたようやく購入することができたキハ40秋田県から福井県までを船で運んだ後トレーラーに乗せ火災市へおよそ3ヶ月に及ぶ長旅の末ようやく北条鉄道に仲間入りしました 車内にはかつて走っていた JR 五能線の路線図が当時のまま残されていますさらに車外には北国の鉄道ならではの雪かきが外装も内装もほとんど往年のままこれがファンにはたまらないようですそのままの状態で持ってきたんで中には、ね JR 東日本とかそういう表示が残ってたりするんですよ、そういうあのギャップっていうんですか、がいいいなっていう余生を送るどころか、ミニ鉄道の救世主となったキハ40。北条鉄道では、コロナ禍前を上回るほど利用者数が増加していて、過去最高をうかがう勢いです。 気配効果を狙って駅にはグッズがずらり。キーホルダーや設計図が書かれたマニアックなノートなど18種類の気配グッズが並びます。中にはこんなものも。一番の名物といいますかあのこちらあのドーナツがこの中に入っております。はい。なんと180円で。6個で。はい。1個30円で。 さらに乗車後に変える御朱印ならぬ鉄印もデザインは4種類でどれも大人気なんだそうですコアな鉄道ファンの心をわしづかみにしたキハ40しかし 北条鉄道は利用促進をキハ40だけに頼っているわけではありませんレトロな情緒あふれる駅舎を利用し各駅にパン屋さんやギャラリーなどを開設乗るだけではない楽しみ方でお客さんを呼び込む作戦ですこちらの長駅には 凛々しい制服に身を包んだ男性北条鉄道の社員と思いきやちょっとねサイズが大きいんですよこれ <laughs> 周りから駅長さんって見られるんで駅長の立ち振る舞いはしないといけないなっていうのはありますボランティア駅長の田中隆之さんです 北条鉄道では無人駅の駅舎を有効活用できないかとボランティアで駅長をしてくれる人を募っているのです駅長が駅舎をどう使うも自由田中さんの活用方法は駅駅中中っってていう文字を使って駅中婚活相談所婚活をサポートする NPO 法人を運営している田中さん これまでにここで出会った鉄道ファン同士がカップルになるなど4組がゴールインしたといいますせっかくなので記者も体験してみることに相手の年齢はずっと同いからそれくらいだっ別に50でもいいお仕事始められてからはお出会いはありましたないですね、はあ、仕事からないのかプライベートも ない感じですか。そうなんですね。積極的に。で歩いたりはされてます。あ特に、もしてなくて。ええ、もう、デブ症なんで。ああ<ー>。ま,ね、まず。まず、そういうところですよね。直さないといけないのは。年齢が。大事なのは、自分から動くこと。田中さんのアドバイスに、熱が入ります。相手の方が、年上であろうが。あんまり。 ね、物応じしないというかすごいいいところじゃないですかそういうのってということは山本さんの結婚相手になる方って20代から50代までいらっしゃるわけでしょものすごい数の方と知り合えるチャンスはあるってことじゃないですか前向きになれまして <laughs> 出会いそうな気がしますあの手この手で沿線の活性化を図る北条鉄道 もうお荷物とは言わせませまんずっと乗りに来てくださる方も大切にしたいですしでもやっぱりそれだけでは足りない部分もあるんでまあまあ新しいお客様をこうね乗客を呼び込むいろいろアイディアなんかも今まさにみんなで考えながらやっていってますね。鉄鉄道道ファンもも地元のの人も巻き込んで北条鉄道の奮闘は 新しいローカル線の在り方を示しているのかもしれません。